4歳年上のアルゼンチン代表に挑む15歳久保建英。福田さん、相手は大学1年生の世代ですがいかがですか？いや本当ね、見るからに体格差あると思いますけども、十分僕通用すると思います。なぜならば、圧倒的な技術力、これ見てください。技術力、このアイデア、それとやっぱりね、判断がいいですよ。早いし間違いがない。でこれ見ていただきたいんですけど、体小さいですけど、腕の使い方とかうまいんですよ。これ体をぶつけてでも、いわゆるコンタクトスキルって言うんですけど、そういうのを持ってるんですね。本当に素晴らしいと思いますね。体格でも経験でも上回るアルゼンチンの19歳を相手に、久保は堂々としたプレーを見せた。本人の手応えは、今回もアンタッチャブルでやらせてもらって、みんな自分が思ったところに今すごくインパクトをつけてくれたりするんで、自分の思った通りのプレーが、出せないとおかしいっていう状況の中で、それも少しプレッシャーになったりもするんですけど、みんなすごくうまいんで、自分の持ち味も出せるかなと思います。と、その先、久保さんの方、ちょっとパレスよ、どうしたらいいかな、アルゼンチン。Bueno, Argentina es un país muy bonito y estoy muy contento de estar aquí. Nosotros te conocemos aquí porque hablan que sos un parecido bastante a Messi. ¿Vos cómo realmente te llega esa comparación? Bueno, no me gusta que me comparen con un jugador tan grande como Messi, pero seguiré trabajando para, algún día si, puedo llegar ahí. Llegar hasta vos. ¿Cómo? 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 この人も観戦していた。お願いします。妹の方で愛された元と、その先、久保さんの方、ちょっとパレスよ、どうしたらいいかな、アルゼンチン。Bueno, Argentina es un país muy bonito y estoy muy contento de estar aquí. Nosotros te conocemos. 持ってるんですね。本当に素晴らしいと思いますね。体格でも経験でも上回るアルゼンチンの19歳を相手に、久保は堂々としたプレーを見せた。本人の手応えは、今回もアンタッチャブル、技術力、これ見てください。技術力、このアイデア、それとやっぱりね、判断がいいですよ。早いし間違いがない。でこれ見ていただきたいんですけど、体小さいですけど、腕の使い方とかうまいんですよ。これ体をぶつけてでも、いわゆるコンタクトスキルって言うんですけど、やらせてもらって、みんな自分が思ったところに今すごくインパクトをつけてくれたりするんで、自分の思った通りのプレーが、出せないとおかしいっていう状況の中で、それも少しプレッシャーになったりもするんですけど、みんなすごくうまいんで、自分の持ち味も出せるかな。4歳年上のアルゼンチン代表に挑む15歳久保建英。福田さん、相手は大学1年生の世代ですがいかがですか？いや本当ね、見るからに体格差あると思いますけども、十分僕通用すると思います。なぜならば、圧倒的な